皆さんこんにちは、旅食タイランドです。今日はアンダマン海に浮かぶ3つの島巡りツアーに出かけます。朝7時半にホテルに迎えに来てくれ、港へ出発。マングローブの森を抜けると海が見えてきました。このツアーはカンカオ島、カムトック島、イープン島の3つを回ります。レムソン桟橋に到着、タイでおなじみのロングテールボートに乗り換えて島を目指します。ツアー代金は1人3000バーツくらいだったかな。プーケットからの離島ツアーより高かった。田舎だから安いかと思っていたのですが、逆に人が少ないから割高なのかも。送迎も船も貸し切りだったので相応かもしれませんね。昼食とジュース、水もセット、シュノーケリングの道具も貸してもらえます。河口にある港なので少し濁っていますが、魚がたくさん見えます。服装はホテルから水着で構いませんが、港の往復で1時間ほど車に乗るので羽織るものがあった方が良いでしょう。ガムトック島で200メートルほどの山を登るので、ビーチサンダルではなくクロックスのようなサンダルが良いです。それでは早速船に乗り込みましょう。このボートは私たちだけ、他に3組ほど同じツアーに参加する人たちがいました。キャプテンはまずランチと飲み物を家に取りに行くよと言っています。家？船で出発したのに？疑問に思いながら乗っています。しばらく進むと、あの村が俺の家だと教えてくれました。陸路では行けないところにある村なんですね。納得です。お弁当と飲み物を積み込んで再出発。30分ほど走ると最初の目的地、カンカオ島が見えてきました。最初はシュノーケリングです。ポイントに到着。水が透き通っているので下のサンゴが見えます。この辺りはソフトコーラルが多く、クマの実が見れるポイント。準備も整ったので潜ってみましょう。少し濁っていますが視界は悪くないですね。水深は3メートルくらいなので、日の光が海の底まで照らしてくれています。ウニが多いので刺されないように気をつけないと。針には毒があるし、刺されると折れて抜けないので大変です。この辺りはウニばっかりで魚も見えませんね。前方の大きな岩の周りに魚やクマノミがいると教えてくれました。岩の表面にはカキがびっしりついています。下の方にはウニがいっぱいなので、
注意しながら岩の周りを回ります。見てください、この細い針のようなトゲ。魚の群れを発見。チョウチョウウオの仲間ですね。警戒心がないのか、真上を通過しても逃げません。岩のそばにイソギンチャクを発見。隠れクマノミも見え隠れしているのが分かりますか？ライフジャケットをつけているので一旦脱いで潜ってみましょう。4匹いましたね。浅いところなので明るく綺麗に撮影ができました。ここからは魚や綺麗なサンゴを楽しんでください。
サンゴの海の世界はどうでしたか？カラフルなサンゴや魚影はあまり多くなかったですが、隠れクマノミはいっぱい見れました。1時間以上潜っていたので、さすがに疲れました。このツアーでのシュノーケリングはこの1回のみなので、時間の限り潜っていました。映像で見るのと実際目で見るのとは全然違うので、ぜひ皆さんも参加してみてください。さて、次の島、カムトック島へ移動します。続きは次の動画でお見せしますので、少々お待ちください。